アイザイアピードは、オハイオ州コロンバス出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、ランニングバック。新シシティ大学で2008年から2011年までプレーし、545回のランで3288ヤード、27TD を上げた。また、パントリターンでも活躍した。4年時の2011年には、ビッグイーストカンファレンスの最優秀攻撃選手に、 選ばれ、シニアボールにも出場し、MVP に選ばれた。ドラフト指名前には、ジャマール・チャールズやル・ショー・ーン・マッコイと比較された。2012年の NFL ドラフト二巡全体50位で、セントルイスラムズに指名された。1年目の2012年は、プレシーズンゲームで爆発力を見せたものの、プレイブックの習得に手間取り、10回のランで54ヤードに、終わり。 同年ドラフト7巡指名のダリル・リチャードソンに大きな差をつけられた。2013年、スティーブン・ジャクソンがアトランタ・ファルコンズへ去ったことから、ダリル・リチャードソン、ザック、ステーシー、テランスガラベエとポジション争いを行った。5月31日、NFL の薬物規定に違反したことから、その年の開幕戦への出場停止処分を受けた。出場停止やけに、 チームにすぐ合流できるように、プレシーズンゲームでは先発で多く起用され、26回のランで86ヤードを獲得した。2014年、プレシーズン第2週のグリーンベイパッカーズ戦で負傷、MRI 検査の結果、ACL を断裂しており、シーズンを棒に振った。2015年、2試合に出場した後、9月に解雇された。月日、レベオンベルが、 MCL を断裂し、故障者リスト入りしたピッツバーグスティーラーズと契約を結んだ。ありがとうございます。